こんにちは、賃貸の無責任の吉田です。本日はですね、天理市にございますスタジオ M のご紹介をさせていただきます。こちらスタジオ M なんですけどもね、非常にしっかりとした作りのマンションとなっておりまして、学生さんに人気の物件となっております。洋室のご紹介となるんですけどもね、今回見ていただくお部屋は角部屋になりますので、角部屋のみの使用といたしまして、このような出窓を少しついております。これ全ての部屋ではございません。角部屋だけでの使用となっております。こちらバルコニーになるんですけどもね、よいしょ、バルコニーの方は非常にいい景色ですね。これは4階から撮っております。4階まで上がってくるとすごくいい景色ですね。南向きのバルコニーがしっかり広がっていて気持ちいいですね。よいしょ。洋室の方もですね、およそそうですね、6畳から7畳ぐらいの広さが、あるかなと、そんな風に思います。こちらクローゼットとなります。はい、このようなクローゼットタイプになっておりますので、非常に使い勝手もいいと思います。おしゃれポイントでこういうカウンターのですね、少しテーブルがついてるのもいいですね。かなり珍しいです。私はあまり見たことないですね。何かと使い勝手良さそうです。炊飯器置いていただいたり、電子レンジ置いていただいたりね。こちらキッチンになります。キッチンなんですけども、シンクございますね。しっかりお隣に IH コンロしっかりついております。収納もですね、しっかりこのようにした後上にございますね。換気扇もしっかりございます。こちら洗濯機になるんですけどもね、置いていただくスペースになるんですけども、上にこのような、若干収納を取ってますので、非常に女性の方に喜んでいただけるあれかなと、作りかなと思いますね。こちらお風呂となります。お隣がトイレとなります。セパレートタイプですね。この辺りも非常に好まれる作りになっているかなと、そんな風に思いますね。奥にですね、先ほどご紹介し忘れたんですけども、エアコンもついておりまして、こちらのエアコンももちろん設備になりますので、ご自由にお使いいただければと思います。こちらのスタジオリムなんですけどもね、本当に見晴らしもいいですし、風通しも非常にいい物件になると思います。学生さんにですね、ぜひとも借りていただけたら、リッチな生活を送っていただけるんじゃないかなと、そんな風に思う物件でございます。詳細の方はですね、私どものページの方で、しっかりアップしておりますので、またそちらの内容もご確認いただければと、そんな風に思っております。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のまさきでは、皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。